うん。お世話になってます。パラノマサイト実況プレイ、この続きをやってまいりましょう。春江さんシナリオをね、進めていってて、で、走り主の情報を求めて、各地を探索中っていう感じですかね。前回、金絞り公園と緑町公園は見たんで、こう行く感じかな。駄菓子千の屋。ここになんか用があるって、甲斐さんが言ってたんだよね。行ってみようか。坂崎やっこと甲斐リヒタのつながりは、ここまでは描かれてなかったと思うけど。見つめている感じだね。さっき聞いた話だけど、甲斐さんは各地で駄菓子屋を巡るのが趣味なのだそうだ。まあ好きそうではあるが、駄菓子屋なんてどこも似たようなものだと思っていたけれど、陳列など地域で特色があるらしい。地域差なのそれは。あ、そうなの。そうなの。本当にただの趣味で立ち寄ることに少し面食らった。俺もだ。マジで？それだけ？日々をあれだけ精力的に生きていくには、こういう癒しも必要なんだろう。それは確かにそう思うけど、このタイミングで。マジか。ああ、自販機とかある。ああ、でもなんか、こういうね、こういうなんか、特に意味なく立ち寄ったところでっていうのはあるよね。物語を進める大きなヒントがあるかもしれない。公園が近くにあるので、子供たちがひっきりなしに出入りしている。下町と呼ばれるこの辺りでも、こうした駄菓子屋は少しずつ減ってきているらしい。もうコンビニがね、でき始めてきているんですもんね。あ、あったわ。これ何？カモメ？何？あれは！びっくりした。カモメではないね、全然ね。猛禽類。ハヤブサか。やはり、ナメドリナンバー14。ハヤブチサスケ。なんかさ、カイさんと一緒だと俺が名前なんだろうねって考える間もなく即座に言われちゃうんだよね。スピード自慢の切り込み隊長じゃないか。え、あ、そうなの。ハヤブサは強いよな。見ただけで番号まですぐ出てくる。確かに。確かにな。なんか怖い。ナンバー14。欲しいなーって思ってずっと眺めているんでしょうね。カイさんはね。ナメドリ全集みたいなやつをね。だいぶ埋まってきたね。ああ、早淵サスケあんま服着てねえなと思ったけど、一応ボロボロのやつを羽織ってはいるんだな。で、僕と思ってんだ。なるほど。学生感が一番薄いですね。じゃあ自販機、自動販売機が並んでいる。缶ジュースが1本100円。昔は100円だったってね、言いますけどね。近年はジュースだけではなく、さまざまな食べ物の自動販売機も増えているらしい。俺、110円ぐらいからしか知らない気がするな。まあ、今でも100円のところはあるんでしょうけどね、探せば。じゃあ、千の屋でいいのか。千の屋という駄菓子屋は、近所の子供たちに親しまれているようだ。近年に改修工事をしているようで、店構えは比較的新しい。そうなんだ。チェックついちゃったから。子供たちに混じってウキウキ気分でくじ引いてんの。くじを引いている。楽しそう。いい大人が駄菓子屋ではしゃいでいるのはなかなか異様な光景に見えるけど、まあ、ちょっと日常を思い出してほしいっていう配慮があるのかな。春江さんに対して。いや、普通に趣味か。なんか喜んでる。当たったのかな。よかった。きたー。ナメドリ二つ目じゃん、ここで。ナンバー10、カラスマ・クロウノスケ。こいつはニヒルな仕事人なんだぜ。ぜって。あ、そう、よっぽど嬉しいのね。カイさんが嬉しそうで、俺も嬉しいよ。かっけえな。学生っぽくないが。クロウノスケか。確かに、これ英語がね、挟まってくるとかっこいいっすよね。カラスマ・クロウノスケ。まあでも今んとこポボ十郎かな。鳥類ってマスクああやってするんだな。マスク。
あれマスクの意味あんのかな。細かく見るといろいろなんかあるんですけどね。で、ああもう一回いける？まだくじ引いてんの？あ、外れ。これ当たりと外れがあるってこと？子供に笑われてムキになってる。大人がくじ引いてんのガン見されてるんだな、多分な、子供たちにな。一緒になって引いてんのかね。これもう一個あったりするのかな。どうなんでしょうか。ありそうだな。大当たりがあんのか。さっきのクロウノスケは、クロウノスケは普通の当たりなんですかね。大当たり出すまで。多分大当たり出たらチェックつくんじゃないかな。これは？ああ。お！やったぜ！結構やり直しましたが。よっしゃー！激レア大当たりだ！ナンバー 4？ オスノク・ジャクソン。オスノク・ジャクソン。こいつはオスのクジャクなんだぜ。これちょっとポポジュールを抜いたかもしれんな。確かにクジャクはオスの方がね、派手だしね、オスがいいなって思うけどね、ナメドリとして使うんだったら。そのままだけど、大当たりおめでとう。いやー、オスのクジャクソンはすごいよ。おー、って予想、早朝っぽいな。I love you。 あ、そうだよね。求愛のポーズだからね、これはね。これレア感あるね、確かにね。オスノク・ジャクソンと来たか。やるな。スクエニのなんか企業力をね、感じますよ。あ、ついた。チェックついた。話すはまた別にあんだよね。おう、そうだ、マダム。もんじゃ焼きでも食べていかないかい？ちょっと呪いのことは忘れて、ちょっと一呼吸置きましょうよっていうことかもしれないよね。ありがとう。でも今はいらない。そうかそうか、それは残念だ。限定のそれ目当てかよ。なめどりくじがなかなか当たらなくて、ね、いや全部引いたべ。今もう少し見ていってもいいかな。実在するなめどりシールを模写したレプリカ商品なのだが、これはこれで十分な価値があるのだ。子供たちの話ではここで激レア大当たりを出したという人も今出したぜ。どうぞ買い占めちゃダメよ。あ、でもチェックはついてないね。行くときは行ってくれ。はいはい。いい関係だなこの二人。じゃあこれだけだよね多分ね。なんだか子供と一緒に来ているような気分になる。あの子はあまり駄菓子には興味がないタイプだったからちょっと新鮮。はい、以上っぽいので宝音寺橋行ってみるか。送り提灯、送り提灯ね。宝音寺橋久しぶりだね、ここくんのね。大きい絵正午ぶりでしょう。待って、なんか見つけちゃったかもしんない。なんかごめいてない？ごめいてるよね。これだっけ、あれこれだっけ。最初のさ置いてけぼりでさ見たやつ、これちょっとわかんないな。結構前だからな。昨晩この辺りで送り提灯の呪いを受けた貸しり主がいるはず。呪影出しとるが、ハレーさんだったら見えるよね。視点移動はこれぐらいですかね。工場は別であるな。周囲、この辺りの川沿いにも工場が多く建てられ、工業地域として栄えてきたようだけど、今排水規制が強まったために稼働できなくなった工場も多いようだね。
うん。チェックつかない。周囲でまだ何かあるってことだな。工場、ふむ、この工場もしばらく稼働していた様子がないね。規制のために営業できなくなってしまったものかな。チェックつかないな。この後か。カイさん、なんだい、気になるところでもあるのかい。カイさんには見えないんだもんね。大丈夫、朝のうちに急いでシャワーだけは浴びたからね。昨晩もこの付近で送り提灯の貸主が現れないかと張ってみたのだけどね。何もなかった。ああ、どこにいるのか。モキエが生きてればね、モキエが来たんでしょうけど。なるほど。これ、行くしかねえな。ねえ、カイさん。あれなんだと思う？ほう？ん？そうだよね。これ見えてたら、あれってなるとこですもんね。特におかしなものはないが。え、あれが見えてない？鬼火のようなものが浮いているように見えるのだけど。なんだ？鬼火。送り提灯っぽいな。まさか樹影か、貸り主のみに見えるのかもしれない。え、昼間なのに。確かにな。昼間なのに、呪いを使えている。ああ、あ、消えた。消えた。ふむ。どういうことだ。もしかすると送り提灯の樹影だったのかもしれない。鬼火のようなもの、すなわち提灯という可能性もある。あれが？じゃあ貸り主が近くにいる？セーマン自らが今回の貸り主9人の中にいるかもしれないっていう話でしたよね。これで周囲とか工場が。貸り主がいるかもしれない。ちょっと周囲を、あ、行っちゃう、確認してくる。心細いわ。あ、俺さん一人やってすぐ帰ってきてくれるから好き。はあはあ、ダメだ、それらしい人は見当たらなかったよ。そう、今何かがあったのは間違いないと思うが、どこかに変化があるかもしれない。念のため注意しておこう。ああ、なんだろう。樹影を見たことによって、誰かのシナリオなのか、春江さんで他のところに行くと、なのか、なんか変わってるかもしれないか。この工事もしばらく稼働していた様子がないね。ああ、セリフは変わらんのか。あれ。工場が、カイさんと話さないとダメか。さっきマダムが見たものは送り提灯だったんだろうか。今の影響で、話すにはチェックついた。考え、さっきのが送り提灯の樹影だとすると、この付近に貸り主が。昼間だからかもしれないけど、あまり不穏な気配は感じなかった。家に帰るか。ファックスじゃね？ファックスチェックつかなかったんだよな。違ったわ。違ったわ。塔のあやめが戻ってきてるとかもないしね。一応他のところもざーっと見てきたんですけど、他の人のシナリオかな。
これ実はハレーさんシナリオ進められますよみたいなのだったらすげえかっこ悪いけど、一回調査を終えてみていいっすか。終えて、つつみさんだよね。あ、え、待って、なんか出た。これ何なんだと思う？新しい視点ってことでしょう。そうだよね。左行ってみるね。誰なんだ。大きい絵も含めると5人目の誰なんだ。どうしよう。やってみていい？すみさんのやつ進める気満々だったんだけど。まあこっちですよね。幽庵やるわ。謎すぎる。やってみます。誰だろう。時刻不明。チャート上はね、でも2日目っていうかね、あの日中帯な感じはしましたけど。何、頭が痛い。発言している呪いが誰か。何、なんだ、何が起こってる。誰が殺した。許さない。飛迫？よしみはじめって書いてある。これは、振り払う。振り払っちゃっていいんか。これ、呪詛玉が発動してるわけじゃないのか。誰が殺した。呪い？呪詛をなんか、振り払えるような人物ってことか。よしみはじめ。はあ。頭を打ったのか。ひどく、ズキズキと痛む。視界も定まらない。ぼんやり見えるのは天井か。背中に冷たい床の感触。どうやら自分は今、仰向けに倒れているらしい。体を起こす。すげえなあ、このゲーム。もう中盤になったらね、それ、以前に出てきてるね、メンツで進めていくものだと、ばかり思ってたけど、仕掛けてくるなあ。体が動かない。どうなっている。私は、どうして床に転がって。自分のことは私って言うんだね。いや、待て。そもそも、私は誰だ。はぁ、うわ、視点全然動かせない。ちょっとだけだね。思い出すか。思い出すコマンド久しぶりだね。大きい絵も、大きい絵、いや、大きい絵死んでるもんね、もうね。思い出せ。あ、何か何でもいい。あー、殺したやつ許さない。よしみはじめか。う、ああ。が、頭が割れそうだ。今のは何だ。今脳裏に浮かんだ男の顔、見覚えがある気がする。思い出せ、よく知っているはずだ。え？俺が入れんのかい。はぁ、よしみはじめ。よしみはじめの関係者ってことは、み
名字と名前の間スペース入れた方がいいと思う？ちょっとわかんないね。よしみはじめでいい？よしみはじめ、よしみはじめ、そうだよね、それだ。その名前には聞き覚えがある。記憶を覆う暗いもやが少し晴れるような感覚がした。また頭が。よしみと喋っている。今のは私の記憶。よしみはじめと随分親しげに話していた。だが最初に浮かんだイメージでは確かに死んでいた。まさか私が彼を。何者なんだ私は。思い出せないのか。体を起こす。起こせるの？ああ。体が動く。頭も少しはっきりしてきた。なんだここは。初めて来るとこだよね。倉庫。私はどうやら薄暗い倉庫のような部屋にいるようだ。あの工場かな。何があったのか、手がかりがあるかもしれない。とりあえず部屋を調べてみよう。行き詰まった場合、どんどん中断して、他のルート。ってことは、他のルート進めないと、行き詰まるってことですよね。更新されてる。更新、気づかなかったな。岩井勘吉郎が犯人であったことが判明したの部分か。いやー、多分長澤まゆ。奥田瞳の可能性もなくはないけどね。あとは、今坂崎八子はどうなってるかわかんないけど、白石道夫支店になっている。ただ、親しくはないんですよね、きっと。よしみはじめとそんなにね。一番可能性が高いのは、長澤まゆかなという気はしている。女性っぽいよな。まあ、ゴリゴリのおじさんの可能性もあるけどな。いろいろあるね。まずぐるっと見回してみる。めっちゃあるわ。めっちゃあるな。で、鏡？鏡に戻ってきた。鏡これ見れんじゃない？洗面台の鏡。そうだ、これで姿を確認すれば自分のことを思い出せるかも。ダメだ。期待して鏡を覗いたが、長期間放置されていたためかベトベトに汚れていてほとんど映らない。どうにかして汚れを落とせないだろうか。はあ。洗面台、簡易的な洗面台。シンクは汚れがひどく、とても気持ちよく使える状態ではない。水は出んのかな。あ、水がポタポタと漏れているが、そこで固着していて自分の力では開きも閉じもできない。ポタポタと漏れてはいるのか。ちょ、飲み水にはできるか。ゴミ箱ね。あ、上ね。上。扉。開く？ですよね。開かない。外から鍵がかけられているようだ。閉じ込められているのか。誰だ？私はここに閉じ込められている。状況はわからないけど。あまり悠長には構えていられないだろう。ゴミ箱。部屋の片隅にゴミが散乱している。
この様子からもこの部屋は長年放置されていて、頻繁に誰かが訪れるような場所ではないことがわかる。廃工場っぽい。ここで何もせずじっとしていてはダメだ。なんとか手がかりを見つけて脱出したい。椅子。パイプ椅子。部屋の中央に椅子だけがポツンと置かれている。不自然だ。おそらくこの椅子に座らされていて、気を失って床に倒れ込んだということだろう。ロッカーなんかあるかな。収納用のロッカー。左と右、左から。バケツやモップ、あ、これで掃除できないかな、が押し込まれていた。掃除用具の収納場所。取らない。バケツとモップ、モップじゃダメか。中は空っぽ。正面の壁に古い紙切れが貼ってある。化学工における引火液体換気。漏洩時は設備保全および間の徹底。字がところどころ読めない。不穏な文字ばかり見えるが、ここは一体どういう場所なんだろうか。化学工場かね。チェックつかないけど、同じ文章だけ。チェックつかないね。デスク。事務所にあるようなデスク。机の上には使い捨てられた事務用品が散らばっている。唯一まだ使えそうなものは。お、ペン。今は必要ない。そうなの？戻しておこう。いずれ使いそうだけど。引き出しも見れる。上の引き出し。何もない。中段は？真ん中。何かのメモが入っていた。アルキルベンゼン、塩化ベンザルコニウム、スルホン酸、水酸化ナトリウム。化学薬品の名称が並んでいる。ここは化学工場だろうか。ぽい。あの工場だろうなぁ。保温地場所の。下、空っぽ。いや、引き出しの奥に何か貼ってある。何？お！ナメドリか？覗き込んでみるとシールのようなものがある。でも暗くてよく見えない。はぁ、あ。なんだろう、明かりが必要系かなぁ。